はいどうもこんにちは、ガロンです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、まあ今月10月というところで、まあハロウィンシーズン、じゃないですか。でね、もう特にね、その世間的にハロウィンって言ったら、まあコスプレのね、イメージがあると思うんですよ。コスプレをする。うん。で、まあね、その、まあコスプレのね、そのコンセプト、まあ世間でですね、コスプレされる方ものね、コンセプトとしては、まあいろいろあるんですけど、その中でもね、その二次元のキャラクターに、まあコスプレするみたいなね、人もね少なくないのかなっていうね、まあ印象があるんですけども、まあ今日はその八内キャラがもしもね特定のその二次元キャラ、まあ要はヒロインキャラですねをに、コスプレするってなった場合、誰が一番ねそのキャラクターにしっくりくるかっていうところを、ちょっとお話でもしていこうかなと思います。はい。でね、まあ、肝心のね、二次元のキャラクターの、まあ、女性キャラ、ヒロインって言っても、まあ、いっぱいいるわけじゃないですか。もう数えきれないほどのキャラクターがいて、もう、じゃあ誰をね、ピックアップするかってね、なった時に、まあね、その、王道なね、まあ、作品とかがいいのかなっていうところで、あんまりマニアックなキャラクターでやってもね、まあ、しょうがないと思うので、まあ、王道なところってなると、まあ、ジャンプ作品が、いいんじゃないかっていう風にたどり着きまして、うん、まあジャンプ作品だったらね、もういろんな名作があって、もうね知名度の高い作品がね、まあいっぱいある、まあねカテゴリーなんじゃないかなっていう風には思ってるんですよね。うん、でジャンプ作品を選ばさせていただいて、じゃあその中でもジャンプ作品の中でも、まあヒロインキャラクターっていうのはもうめちゃくちゃいるので、うん、ジャンプ作品だけでもね一つ取ってもものすごい数の作品があるのでね、当然ねヒロインキャラクターもめちゃくちゃ多くなってくるというところで、その中でもじゃあさらに絞るってなったら、まあ今連載中でもうポピュラーで、まあ知名度とか高くてもう最も売れてるような作品が、これがまず一つで、もう一つがまあ連載は終了したしてはいるんだけども、まあ非常にねもう誰でも知っているような、もう非常にもうレジェンド級の作品、まあレジェンド枠、うん、まあ現役でまあもうレジェンド級というか、まあまあ売れめちゃくちゃ売れてるよっていうところ、まあ知名度も高えよみたいなところでの枠が一つで、レジェンド枠が一つで、もう一つの枠として、まあ流行り枠、うん、まあ流行り枠の作品が、のね、まあヒロインキャラクターをまあピックアップするのがまあいいんじゃないかっていうところで、でまあ具体的な作品をねまあ挙げていきますと、まあまずね、そのまあ現役でまあ知名度高くてまあ売れているような作品、まあこれはもうワンピースかなっていうところ、うん、もうワンピースだったらねもう皆さん知っているでしょうっていうところ、うん、まあ作品が見たことないっていうね人もいますけど、まあねワンピースって聞いたらね、もうまあ作品見たことないけど知ってるよっていう方もね多分たくさんいると思うのでね、まあこれはもう現役でのまあナンバーワン、まあ総合的に見てナンバーワンはまあワンピースかなっていう感じ、うん、まあ発行、発行部数とかもね、まあ、ギネス記録持ってたりとかもするんで、まあ、ワンピースでしょうっていうところで、まあ連載は、まあ、もう一つレジェンド枠としては、まあ、連載が終了したけどもうその後もね総合的に見て、かなり知名度だとか売り上げとかも、いい作品なのか、なのが、まあ、ドラゴンボールかなっていうところですね。うん、まあドラゴンボールって言ったらねもう世界中でみんな知ってる、知らない人はいねえんじゃねえかっていうぐらいですよね。うん、まあ特にねそのまあいろんなねレジェンド作品ってあるんですけど、やっぱドラゴンボールってまあ作品は見ていない人でもその主人公、まあ悟空ですね、悟空の名前を知ってたりだとか、そのスーパーサイヤ人っていう用語を知っていたりだとかで、まあ技のねそのカメハメハあるじゃないですか、でそういうのを読んだことがなくても、まあ知っている方が多いっていうところ、うん、聞いたことがあるよみたいな、でその知名度って半端じゃないと思うんですよね。うん、まああと主題歌のチャラヘッチャラとか、そういう主題歌も知っていたりだとかもして、やっぱりねそういった意味ではもう知らない人でもそういうのを聞いたことがあるっていうのは知名度が半端ないと思うんで、やっぱりねレジェンド枠はもうドラゴンボールかなっていうところですね。うん、
でね、はい、まあそんな感じで、であとね、流行り枠の作品、まあこれはね、もう完全に鬼滅の刃、そしてあとね、もう一つ、呪術廻戦ですね。うん、まあ鬼滅も呪術廻戦もね、まあすごいね、今波に乗っているっていうか、まあ鬼滅は終わっちゃったんですけど、まあね、社会現象にもなってますし、まあ呪術廻戦もね、すごいね、ものすごい人気、鬼滅が終わった後、まあアニメが放送、まあ、されてからね、うん、まあね、すごい人気が、まあ、高まったなっていうところで、まあ、呪術廻戦、鬼滅の刃、これはもうね、流行り枠、ジャンプ作品の流行り枠としては、もう間違いないのかなっていうところ。はい。で、まあね、その後、まあ、あと、メインヒロインですね。まあ、各作品のメインヒロインを挙げると、ワンピースは、ナミですね。うん、ナミさん。で、ドラゴンボールは、まあ、いろいろこれもいるんですけど、まあ、ブルマですね、やっぱり。うん。まあ、ドラゴンボールのメインヒロインって言ったら、やっぱブルマかなっていう感じ。うん。やっぱり最初に出てきたね、まあ、メインの女性キャラクターでもあるので、やっぱりここはブルマが硬いかなっていうところ。で、鬼滅の刃はね、もうこれは禰豆子でしょうっていうところですね。うん。で、呪術廻戦もね、まあ結構いるんですけど、まあこれは、釘崎野薔ちゃんにしておきましょうか。うん。はい。っていう感じで、各4作品の、メインヒロインたちが、このメインヒロインたちが、まあコスプレするんであれば、まあ、誰が一番しっくりくるのかなっていうところを、まあ、考えましたんで、そこら辺をね、ちょっと、発表していきましょう。はい。ではね、まずね、そのワンピースのね、ナミさんからいきましょうか。はい。まあ、ナミさんは、まあ、僕が選んだ、うん。まあ、ナミさんのコスプレをする八内キャラが一番なんかこう、しっくりきたのは、内野手です。はい、内野手。内野手で、僕が思ったのは、はい、こちらの、野崎ちゃんでございます。はい、でまあね、これね、まあ割とね、本庄さんと迷ったんですよね、僕。うん、でね、まあ理由としましては、まあまあ、ナミさんといったらね、まあボンキュッボンみたいなところ、うん、スリーサイズっていうか、まあスタイルがね、もうめちゃくちゃいい、良くて、でさらにエロいみたいな感じ。うん、でまあやっぱね、そのスタイルに、まあ、一番近いっていうのがやっぱ野崎ちゃんなのかなっていうふうにはイメージが湧いたんですよね。うん、やっぱ野崎ちゃんもね、八内をまあ代表するぐらいの、まあ、ボンキュッポンの持ち主。うん、まあ本庄さんもね、それに近いんですけど、その理論でいくと、まあ非常に近いんですけど、やっぱりね、そのまあエロの代表みたいな、じゃないですけど、やっぱりね、こう、まあ、体型がなんかエロいとか、そういう、まあ、スリーサイズというか、まあ、体型がエロいみたいな感じのイメージを湧いた時に、やっぱ野崎ちゃんの方がね、そのイメージ強いんじゃねえかなっていうところで、まあ野崎ちゃんがいいんじゃないかなっていう感じ。うん、まあ奈美さん自身もね、いろんなコスプレがあるんですけど、やっぱ2年後編ですかね。うん、まあチョイスするとすれば、うん、2年後編がやっぱりね、誰が見てもわかる、格好なのかなっていう感じしますけど、うん、まあね、野崎ちゃんの体型がエロいっていうのもあって、でワンピースのキャラってね、割と体型もそうですけど、格好もなかなかエロいんですよね。うん、まあ奈美さん上がね、上半身がね、まあ水着の状態で、まあ、下がね、まあ、ローライズっていうところで、でしかもそのエロさもあって、もうお尻が見えそうな感じの、もうめちゃくちゃエロいんですよ。やっぱね、そういうのに、まあ、まあ、噛み合ってくるのは、まあ、野崎ちゃんがしっくりくるのかなっていうところで、野崎ちゃんを選ばさせていただきました。うん。まあ、見てみたいですよね。うん、2年後編の格好で、野崎ちゃんのがどういう感じになるのかっていうところをね、見てみたいですよね。うん。はい。ではね、ワンピースのナミさんはそれぐらいで、まあ、ドラゴンボールのね、続きまして、ブルマですね。はい。で、ブルマに関しては、外野手。はい、外野手。はい、外野手で選ばれたのが、はい。こちらの、愛坂ココちゃんでございます。はい。まあ、まあ、ブルマに関しては、まあそうですね、いろんなね、もう作品のその、まあ、時系列的に、まあ GT なんてもう特におばちゃんなんですよね。おばちゃんなんですけど、まあね、やっぱりね、その八内ってまあ高校生なので、うん、まあやっぱりね、それに近い少女期がいいんじゃないかな、まあ初期のブルマですねぐらいがまあいいんじゃないかなっていうところで、まあそこら辺のね、衣装をチョイス、まあしますと、やっぱりね、少女期のブルマってやっぱギャルっぽいイメージが
まああるので、やっぱりねそのギャルっぽい感じの、キャラクターがまあしっくりくるのかなっていうところで、まあやっぱりココちゃんもね見た目ギャルっぽいんでね、すごい、うん、まあそこら辺ねやっぱ似合ってくるのかなっていう感じ、うん、まあ他にもねやっぱ花山ちゃんとかまあいますけど、まあ新田ちゃんとかねまあいますけど、まあなんかねなんかこれはね完全に僕のパッとしたイメージなんですけど、まあそれでココちゃんがいいかなっていう感じ、うん、まあまあそんな感じでね、まあ花山ちゃんとねまあ正直どっちにしようかなって迷ったんですけど、まあどっちでもいいんですけどぶっちゃけ、うん、どっちでもいいんですけど、やっぱり花山ちゃんってねまあちょっとねまあこっち、まあ僕がやってる企画的なもので言うと割とねノミネートされることが多いんですよね、なんか知らないけどはい、まあそんなねちょっとねまあ結構出てきてるし、まあどっちでもいいってなったらまあココちゃんにしたいかなっていうふうに思いました。まあ僕もねココちゃんね僕の中ではね印象がねまあいいので、うん、まあ好印象、まあ好感度ね爆上がりの、キャラクターでもあるんで、まあそこはねまあ今回はココちゃんでいいのかなっていうふうに思いました。やっぱギャルっぽさっていうところで、うん、まあまあその辺の雰囲気がねまあしっくりく、その辺の雰囲気でまあまあブルマ少女期の衣装格好を着てもなんか、うん、コスプレをしてもなんかしっくりくるなっていうふうに思って、でココちゃんにさせていただきました。はい、でそんな感じでまあワンピースドラゴンボールで来まして、で今度流行り枠の鬼滅の刃、のねずこ、のコスプレをするってなった時に誰がしっくりくるかを選んだ相手は、内野手です。はい、内野手、内野手で、はい、選ばれたのが、あいない、あいた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 、こちらのたゆたゆでございます。はい、もうねこれはね正直あかねちゃんとね迷いました。うん、まあねずこって言ったらねパッと見ねなんかこうまあ戦闘のシーンはまあ除いて普段のシーン、うん、普段何も別に戦闘じゃないシーンはなんか割とねそのおっとりしたちょこんとした感じのまあイメージがあるんですよね、うん、ねずこって、うん、まあねずちょこんとした感じでまあ垂れ目、垂れ眉でなんかちょっと可愛らしい感じのなんかちょっと妹系の感じの、まあ印象があったので、まあやっぱりそうやってそうなった時にまあたゆたゆのビジュアルがまあ割と近いものがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、まあ妹系のキャラでいくとまああかねちゃんもいるんですけどね、まあ僕はちょっとたゆたゆの方がまあイメージ強いかなっていうふうには、思いました。うん、まあたゆたゆもね普通に垂れ目たゆまゆでみたいな感じで、でもうねまあ着物の格好をして、でまあまあ竹くわえればもう完全にねずこちゃんっぽくなるでしょうみたいなところで、まあやっぱりね僕のイメージの中ではまあねずこはたゆたゆのイメージが強いかなっていうふうに、思いました。うん、まあそうですね、コスプレも完全に似せた同じような格好したらもうねだいぶしっくりくるなっていう風に、妄想した結果、タイタイに、させていただきました。はい、まあ鬼滅の刃根津子枠は、タユタユというような感じで、でラスト呪術廻戦の、まあ、釘崎、野原、に関しては、外野手ですね。はい、外野手で、はい、選ばれたのが、はい、こちらの、ルナちゃんでございます。はい、まあねまあこの辺に関してはまあ髪色が違うんですけど、まあ釘崎野原ってまずショートカットでまあ非常に気の強い感じの、キャラクターなので、まあねまあやっぱ髪がショートカットっていうのもあってまあルナちゃんがいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ気の強いキャラクターっていうのも一緒ですし、まあね呪術廻戦の光線のまあ、制服を、まあまあ、着させてても、まあ、釘崎野原のコスプレしてますみたいな感じで、まあ、あと金槌なんか持たせればね適当にね持たせれば、まあまあ、だいぶしっくりくるなっていう感じは、しました。うん、まあ呪術廻戦って言ったらね、あとね、まあ善意先輩とかもいるんですけど、まあやっぱね僕の中ではまあメインヒロインって言ったら釘崎野薔薇かなっていうふうには思いました。
うん、まあ、そのコスプレを8年キャラがするってなった時にやっぱルナちゃんが、しっくりきましたね、うん、まあ、気の強さといい、まあ、あの髪型といいね、まあ、あと茶髪にすればねもう完全にあの釘崎野薔薇でしょみたいな、うん、コスプレして、うん、まあ、そんな感じでねあのルナちゃんを選ばさせていただきました。はい、っていう感じでね以上で、まあ、まあ、今連載中の、まあ、売れてる作品でと、まあ、一つワンピースっていうところでナミさんが野崎ちゃんでレジェンド枠、まあ、連載は終了したけど、まあ、いろいろと、まあ、売り上げであったりだとか、まあ、知名度的な問題でドラゴンボールをチョイスして、でその中でもブルマが、ココちゃんで、まあ、流行り枠がこれ2作品ですね、2作品鬼滅の刃からは、ねずこちゃんが、たゆたゆで、呪術廻戦が、釘崎野薔薇が、ルナちゃんっていうね選出を、させていただきました。うん、まあね、そうですね、特にねその思うんですけど、その呪術廻戦に関してはまあコスプレ、まあ、にはコスプレじゃない話になっちゃうんですけど、野球界があるわけなんですね、呪術廻戦って。それだもんでね、ワンチャンね、別に墓月さんの頑張り次第では呪術廻戦と八内コラボっていうのも可能なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ僕もね、呪術廻戦はね、まあ推し作品とかではないんですけど、まあ普通にねヒットする前から、まあ、読んで触れてはいた作品なので、でやっぱりねその辺ね、コラボしてくれたらね、まあ熱いんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。うん、まあその本人のね釘崎野薔薇ちゃんもね、東北のマー君こと私だ的なね発言して、で東北のマー君はマー君だろうみたいな、藤黒君からのツッコミとかもあってね、その辺のやり取りもあったりもしてね、面白かったんですけどね。うん、まあだもんでね、野球コラボ、まあ、八内コラボもワンチャン別にいいと思いますけどね、僕はね。うん、まあ呪術廻戦ってすごいね人気作品なので、うん、まあそれなりに注目度もね、まあ多少は、高まるんじゃないかなっていうふうには思うので、うん、まあ香月さんもねドラマとかもね、その制作ドラマとのコラボみたいなのもあったりとかもしたので、まあ頑張ればねそこら辺とコラボすることもね十分可能だと思いますけどね。うん、まあガチャの SSR 枠はまあ釘崎、野薔薇ちゃんとあと全員先輩とかも出しておけばいいので、うん、まあそんなのでも全然いいと思いますけどね。はい、っていう感じで、まあ今日はね、まあちょっとね、まあ最近お話動画ばっかりですけど、はい。まあ、あとはね、そのキンキンで言うとね、明日ね、そのメンテが来るわけで、まあまあパリーグコラボの、まあ後半が、まあ来るっていう、準備なのかもしれませんけど、まあもしかしたら UR が、まあメンテ後に、まあ来るかもしれないですよね。うん。そうですよね、金曜日、土曜日にメンテだったかな、ちょっと忘れちゃったわ、まあ忘れちゃいましたけど、まあとりあえずね、もし UR が出るんであれば、まあ前日の、まあ、夜8時ぐらいに8テレがあるのかなっていう気はしますけど、まあその辺ね、ちょっと楽しみですけどね、うん、パ・リーグコラボの後半であったりだとか、今月実装される、UR。まあ楽しみにしていきましょう。はい、まあまたね、ちょっとこういうね、まあ企画なんか思いついたらねやろうかなとは思います。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。